こちらどのブランドのマウンテンパーカーがいいかお伝えしていきたいなと思います。数値や何やら売って各ブランドを見ていきましょうというところで、耐水糖質性各ブランドぶっちぎって1位です。はい、本日はですね、こちらどのブランドのマウンテンパーカーがいいかお伝えしていきたいなと思います。ということで、これからねマウンテンパーカー買っていこうってなった時に、いっぱいいろんなブランドがあるし、なんかブランドによってはいろんな独自の防水やとかってやってきて、何を買っていいかわからへんじゃないですか。そんな時はですね、一緒に皆さんと一緒に数値や何やら売って各ブランドを見ていきましょうというところで、これを見るだけでどのブランドの何を買えばいいか、そしてあと色とかの好みに関してはもうどのブランドでもいろんな色出てます。だから色は一回置いておきましょう。ここで何を抑えるべきなんかだけ見ておいたら OK ということでいきたいなと思います。まず一番最初っていうのはですね、こちらですね、ゴアテックスっていうモデルになるんですけど、これに関してはブランドの名前ではなくてですね、生地の名前になってるんですね。だから僕が今着てるやつはこのモンベルっていうブランドのゴアテックスを着てるわけなんですけども、なんとねこれ数値がすごいんですよ。耐水圧っていうのがそれぞれあるんですけども、ちなみに雨の日、小雨が降ってるなーっていう時って耐水圧300ミリとかっていうんですね。あ、300ミリが 小雨かと。で、結構普通に雨降ってるなーっていう場合で言うと2000ミリ、2000ミリって言ったら、あ、結構降ってるなって感じで、大雨でザーッと降ってる感じっていうのが1万ミリぐらいって感じで、で最後に台風とかあって嵐とかってなったら2万ミリなってくるんですよ。で、そのゴアテックスに関しては何万ミリまで耐水できますか、要は、水を通さない状態ですかっていうと4万5000ミリまで通さないんですよ。ってことはもう台風というか立ってれる限界の以上の雨が来ても問題ないっていうところがゴアテックスなんですね。なんか耐水圧で見たらすごいこれ丈夫であるっていうのがゴアテックスです。で、じゃあ次はですね、ノースフェイスのジャケットいきたいなと思います。で、ノースフェイスもね防水のジャケットあるんですよ。こちらハイベントっていうねモデルになってるんですけど、それはハイベントってこれどこにも書いてないんですけども、そういう防水のね生地です。じゃあ耐水圧なんぼですかっていうと、これは2万2000ミリになってます。あれ、さっきのゴアテックスが4万5000、これノースフェイスは2万2000、結構下がるねと。もしかしたら大雨で台風とか来た時やったら着てると、もしかしたらこの肩の部分から浸水したりとか雨が中に入ってくる可能性があるっていうレベルがこのまあ2万2000ミリぐらいになってくるわけなんですよ。そんなんやったらじゃあ値段安いんかなと思ったりしたら、実はですね、このさっき見ていただいたモンベルのゴアテックスが今2万円ぐらい、2万1000円ぐらいで購入できるんですけど、この今僕が着てるノースフェイスのジャケットは2万4000円ぐらいなんですよ。って考えたら、あれ、こっちの方がノースフェイスの高いやんと。これが皆さんが俗に言うロゴ代ってやつですよね。ロゴ代がここにかかってきてる。性能云々で値段が変わるんじゃなくて、ロゴで値段が変わってるっていうところが分かりやすいところかなと思います。そしてですね、ノースフェイスと来るとやっぱり気になるのが、そう、パタゴニアですよね。いや、でもパタゴニアってすごい性能いいって聞くよと。山とかでも結構みんな着てるからいいんちゃうかなって思ったりするんですけど、これも耐水圧は何ミリなんですかっていうとですね、なんとノースフェイスの下になります、2万ミリということになっておりまして、ただこの辺に関しては2万2000ミリなのか2万ミリなのかってほぼ違いないじゃないですか。だからそんなに違わないと思っていただいていいんですけども、でも僕たちの自然で考えていきましょう。台風が降るともしかしたら雨が中に染みるかもしれないっていうのがこの2万ミリのラインなんで、普通の雨とかやったら大丈夫なんですけども、大雨とか台風の時とかやったら染みる可能性がある。そしたらね、これを言うとね、あ、なるほど、本来だったら俺台風関係ないよと、だって台風の時出ていかへんもんっていう方いらっしゃるんですけど、あくまで耐水圧って目安になってるので、例えばこう肘をギュッて張ってる状態って圧がめっちゃかかってますよね。普通にこうやってる状態の耐圧ってほぼかかってない、1000ミリぐらいしかかかってないけど、ギュッてこの肘伸ばしてる状態になると1万ミリぐらいの耐圧がここにかかってる状態なんですよ。ここで水を受けると1万ミリの水を受けてるのと一緒になってくるんですよね。って考えたら、台風で俺外出えへんから関係ないっていう話ではなくてですね、普通に人間がこうやって歩いたりとか、こうやって背中が張ったりしてる状態、バイクとか乗ってる状態ってこう背中張ってるじゃないですか。ここでじゃあ水がかかってくると2万ミリって結構簡単にいったりするわけなんですよ。だから雨祈らへんとか台風の時出えへんとかあんま関係なくてね、どれだけの圧力がかかるかっていう問題なんで、もちろん数値としては高ければ高いほどいいのはいいんですよね。だから2万ミリって意外と浸水したりするっていうところで気をつけていただきたいなと思います。そして次がですね、値段が安めで有名な、そう、コロンビアのオムニテックっていうね、防水素材があるんですけども、まあ、名前覚えなくていいです。コロンビアね、さっきのねパタゴニアはね2万7500円なんですけど、このやっぱコロンビア安いですよ、1万6500円。じゃあ耐水圧落ちるんかなと思ったらね、実はパタゴニアと一緒なんですよ。一緒なんかいと、一緒やのに値段そんな違う、1枚も違うのって感じなんやけども、そうなんですよ。だから値段で皆さんごまかされないでくださいということで、耐水圧としては一緒だから、どれぐらいの雨に耐えれるんですか、これは2万ミリです。パタゴニアも一緒ですよね。って考えた時には、そこは濡れることを気にされてる方はね、ここは値段の差じゃなくて耐水圧の差でね見ていただきたいなと思ってますので、あくまでこの辺ノースフェイス、パタゴニア、コロンビアっていうのは公表はしてないんですけど、メーカーから公表はないんですけども、おそらく数値としてはこの辺りじゃないかっていうね、記事がまとまっておりましたんで、そちらを、
見させていただきました。そして次はですね、こちらメーカーから公式に出てる発表があるんですけども、これナンガですね。こちらのナンガはですね、なんとこの生地、あのナンガといえば意外とマウンテンパーカーあったんって思うじゃないですか。ダウンジャケットにもこの生地使われてるんですよ。ってことは、まあ、ダウンジャケットの防水性も、これでわかるってことなんですね。おお、なるほどなるほどっていうことで、これが何もなんかっていうと、耐水圧が2万ミリでございます。ってことはほぼ一緒なんですよ。だいたいみんな同じような感じ。ゴアテックスだけが飛び抜けていいっていうことで、これが今回一番値段高いかもしれませんね。3万6000円っていうことで、値段と性能は比例しないっていうことがこのね段階で分かっていただけるんじゃないかなと思います。そしてそれをもっと顕著に分かりやすくしたのがですね、一番最後、このワークマンのイナーレムっていう素材になってます。まあ、ワークマンはねどこにでも売ってるかなと思うんですけど、ワークマンの中でもイナーレムっていう素材が使われてるのがあるんですよ。でそれはどんなやつっていうと、このタグがついてるやつがそれです。イナーレムって入ってますので、これはね、じゃあ耐水圧なんぼなんていうと、これもね2万ミリなんですよ。要は一緒やないかいってなるんですけど、一緒やないかいじゃないんですよ。ちょっと待ってくださいってことなんで、何が一緒じゃないかっていうと、これね耐水圧は確か2万、みんな2万みたいな感じなんやけども、こっからねカッパと防水ジャケットの違い。カッパっていうのはただ着てたらべちゃべちゃに濡れてくるけど、防水ジャケットっていうのは透湿性があるんですよ。お、出ました、透湿性って何か、脇のところの熱とかがこう逃げていく、だから蒸れないんだよっていうのがあるんですけど、なんとこのワークマンがですね、耐水、透湿性、各ブランドぶっちぎって1位でございます。とんでもないぐらい数値が高い。数値がどれぐらいかっていうと、透湿性がですね、なんとこれ25000グラムあるということで、25000グラムっていう、ちょっとピンときません、わからないですっていう方のために、じゃあゴアテックスで考えましょう。ゴアテックスで最強ですよね。そのゴアテックスで透湿性何本あるんですかっていうと、メーカー発表で13500グラム。おい、ワークマンの方が上やないかい、ワークマンの方が飛び抜けてるやないかいっていうことで、他のブランド見ていただけると、例えばナンガとかやったら、6000グラムだから、これ25000なんで6000、もう話にならないです。レベルがだいぶ違う。そしてコロンビアの、透湿性、これ1万グラム、もう全然これも歯立ってないですね。1万でも数値としては高いけども、この2万5000聞いてからの1万やったらそんな大したことないねと。で、まあパタゴニアはちょっと不明とかで、ノーセンスは9900グラムってことなんで、1万にもいってないっていうことで、こういろんなジャケットを見て喋ってきたんですけどもね、これ私が何を言いたいのかと皆さんにお伝えしていくとですね、とにかく中途半端なブランドのものは買うなっていうことで、中途半端になんか各メーカーが独自に作った防水生地、例えばノーセンスで言ったらハイベントで、パタゴニアで言ったら H2 の、コロンビアで言ったらオムニテックとかっていうのは、それはもう買わんと、それやったら性能的にもワークマンの方が性能としてはいいよと。でもう一個ちゃんとした性能が欲しいっていう方はですね、ゴアテックスまで上げていった方がいいよと。だから要は中間層が必要ないよねっていう状態なんですよ。もう上に行くのか下に行くのかで、これを言うとですね、大体の人がいや下でいいやんって思うかもしれないですけど、下は下でまた問題出てくるんですよ。なんでかっていうとね、これワークマンのやつっていうのが完全防水ではないんですよね。だから確かに生地はすごい生地使ってるんだけど、要所要所で隙間空いてるんですよ。だからこのシームテープって言って、ほんまは隙間をなくすテープが貼らなあかんはずのとこに貼ってなかったりだとか、あとこのジャケット劣化しちゃうんですよ。だからもう前1シーズンとか2シーズンぐらい来たらもう劣化して中がこうボロボロになってくるっていうところがあるんで、それを考えると結局ゴアテックスが劣化もせえへんし完全防水っていうところで歌えるので、絶対どっからの隙間からも水が入ってこないって考えると、やっぱりゴアテックスになりますよねという話なんですね。あ、防水ジャケットって言っても防水じゃないんやっていうところが今回気づきじゃないですか。ある一定の雨を降ってきたり、ある一定のこう圧がかかった、服にこう圧がかかった状態で水を浴びると普通に浸透してくんねやっていうところが気づきでありますので、普通にこうやって中途半端なって言ったら言い方悪いけども、数万もするのにコスパあんま良くないよねっていうのをわざわざ買うんやったら、ゴアテックスまで上げてもいいんじゃないかと。っていうのもね、この中途半端なんて言ったら質問やけども、劣化するやつってすごい劣化の仕方するんですよ。それはね以前動画で出してるんですけども、その動画見ていただければ、あ、こんな劣化してくんねやと。それやったら値段的に考えてもゴアでも安いゴアやったら劣化しないんですよ。だからゴアテックスであればとにかく1万円であろうが、例えばここにも持ってきたんですけども、まあ人気のアークテリクスなんかもね、ゴアテックスありますよ。アークテリクスはね独自のゴアテックスというか、あの独自の防水性の生地がちょっと僕わからんかったんで、あのゴアしかないかもしれないんですけども、あったりだとか、もっと言うとね35万するマウンテンパーカーもゴアテックスにあるんですよ。だからこれはもうピンキリなんですけど、ここの差ってあんまないんですよ。2万円のゴアテックスと35万のゴアテックスの差って性能はもう一緒
そう、全く一緒やから、え、ほんならどっち買ったらいいのって話なんやけど、それは好きな方買ってください。好きな方買ってくれたらいいんやけど、とにかく僕はゴアテックスをもう数年前から推し続けてます。 YouTube 初めて5年経ちまして、5年間ずっとゴアテックスを買ってくれ、ゴアテックスを買って他を買うなって言い続けてますけども、まあそれぐらいゴアテックスっていうのはまあ長く持つし、さらにブランドとかによっては安く出てるんですよ。だからそれで安いゴアテックスが欲しいっていう方はおすすめはモンベルとかね、あとここもいいですね、マーモット、ここも値段安くでゴアテックスが買えたりする。で他にやったらチャムスとかね、これもゴアテックスなんですけど、そういうのは結構比較的安く買える。でとんでもない高いやつ買いたいよっていう方、まあ変態な方がいらっしゃったら、まあ、これはアクロニウムっていうブランド、ドイツのブランドなんですけど、それのゴアテックスが35万で買えますので、それを買っていただければなということで、いろいろ僕も35万からね、一番のマウンテンパーカーまでいろいろ買ってきたわけなんですけども、結局じゃあ皆さんに何をおすすめするのってなった時に、僕友達にも言うんですけど、とにかくゴア買えと、もうゴアケチってゴア買わんと、もう結局後悔するの自分やからって言って、別にそれで後悔したかったらしたらええけど、もうゴアでええねんで、ゴア以上でもゴア以下でもなくてゴアでいいねんって言ってるんで、今後ね解明していってね、卓像ならぬねゴア像にしようかなと思ってるぐらいゴアテックスが僕好きやし、こんだけゴアテックスについて喋ってるけど、日本ゴアテックス協会から一切アプローチがないのはなぜなんかなっていつも気にはなってるんですけども、まあおそらくこの動画出したところで何もないとは思うんですけど、まあ今後マウンテンパーカーでね、どのブランドの防水ジャケット買おうかなと思った時にはですね、まあこういう風にして見ていただければいいかなと思います。ちなみに値段だけで言っちゃったんですけど、色味で考えた場合ってなると、綺麗な色味のゴアテックスが欲しいっていう方はパタゴニアがちょっと値段高いんですけどいいかなと思いますし、あとブラックでかっこよくしたいっていうことはアークテリクスのゴアテックスがいいかなと思いますし、あとねくすんだ色味、まあ最近流行ってるそのなんていうのアースカラー的な感じの色味がお好きな方っていう方はゴアテックスはノースフェイスがおすすめになるんじゃないかなということでね、お話しさせていただいたというのがですね、本日どのブランドのマウンテンパーカーがいいのかというお話をさせていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。